攻撃に関するカリキュラムですよ。リボルバーアクションは相手に攻撃をヒットまたはガードさせた時にボタンを順番に押すことで流れるようにコンボを決められるシステムです。コンボというのは連続技ですね。通常技でコンボを決めるときに活用しているシステムなので普段から意識せずに使っている人も多いかと思います。リボルバーアクションを使うと通常技の終わり際の隙を省いて続けざまに次の攻撃へ移行できます。一般的にこういった攻撃の隙を省略する行動をキャンセルって言うんだ。多分いろんなところで耳にすると思うから覚えておいてね。ただし通常技を空振りしてしまった場合はリボルバーアクションを使用できません。必ず相手に攻撃をヒットまたはガードさせる必要があります。リボルバーアクションはキャラクターごとに特定のルートがあるけど基本的には A ボタン、B ボタン、C ボタン、D ボタンっていう順番でボタンを押していけばうまくいくよ。それでは実践です。タッチ A、タッチ B、タッチ C、タッチ D のリボルバーアクションに挑戦してみましょう。攻撃が相手に当たった後次の攻撃ボタンを押してください。焦りは禁物です。ボタンを連打せずに丁寧な入力を心がけましょう。アクション、攻撃が相手に当たった後次の攻撃ボタンを押してください。焦りは禁物です。ボタンを連打せずに丁寧な入力を心がけましょう。大義である。すごいよ、ちゃんとコンボになったね。リボルバーアクションはコンボを組み立てる基礎になります。実戦でコンボを決めたい方はこのシステムを使いこなすことから始めてみましょう。それでは応用編です。先ほどはボタン入力のみでのリボルバーアクションでしたが次はレバー入力も交えてみましょう。リボルバーアクションは A ボタン、B ボタン、C ボタン、D ボタン以外にもいろんなルートがあるんだ。例えばタッチ B、しゃがみ B とかタッチ C、しゃがみ C みたいにキャラクターや技によってバリエーションは様々だね。以上を踏まえて応用編の実践です。ラグナさんのリボルバーアクションのルート確認も兼ねて6ヒット以上のコンボをリボルバーアクションを用いて組み立ててみましょう。アクション、タチ A、タチ B、タチ C、タチ D だけだとコンボ5ヒット止まりです。タッチ A の攻撃回数を増やしたり、タッチ B、しゃがみ B といったルートを試してみてください。邪魔すんじゃねえ。うい、やつ。いい感じ、いい感じ。あ、そういえば、リボルバーアクションのルートの使い分けは、コンボだけじゃなくて、連携にも使えるよ。リボルバーアクションのルートをちゃんと覚えておけば、攻撃をガードされた時にも、フォローの効く連携を組めるようになります。例えば、ラグナさんの場合なら、タッチ B、タッチ C とリボルバーアクションを組み立て、攻撃がヒットしたら必殺技を繰り出してダメージアップを狙い、ガードされたら
しゃがみ C やしゃがみ D などを使って隙の少ない攻めを継続するといった使い分けも可能です。このようにリボルバーアクションは簡単なようで奥深いシステムとなっています。繰り返し練習して慣れることが上達の道ですよ。